しんど。もうリールの脇焼き力じゃだけじゃ上がってこないんでね。ストレートポンピングスクワットっすよ。おっす、みんな今年の釣り納めはもう終わったかな。本当はね、明日釣り納めの予定だったんだけど、どうも明日ね天気が悪いみたいで、急遽本当は行く予定じゃなかったんですけど、今年最後の釣り納めに行ってきました。昨日ねちょっと忘年会でね、かなり二日酔いだったんでね、あんまり体調良くないんですけど、まあまあしょうがないんでね、今年最後の、釣り納めに行ってまいりました。今年を記念するビッグワンが出るのかどうか、最後までご覧ください。水深が浅いけど、よし、もうドラグ緩めよう。水深94メーター、ところでちょっと遊んでみました。なんだろうね、水深でカンパチってことはないと思うんだけど、でも今日は浅いところでもカンパチ釣れてるからな。増え台かな、横増え台かもね、この水深でこの引きは。あと 50m、あと 30m。 あ、暴れっから横フィードアイとかでもないわね。横フィードアイやったらもうキンプロ出てるからな。なんだろう、もうあと 20m ぐらい、まだ暴れるぞ。まさかのカンパチですかね。水深そろそろ見えてきますか。なんでしょう、やっぱカンパチか。ああ、今日は浅いところでカンパチくんな。ヒレナガ、浅いとこで今日はカンパチが来ますね。よいしょ、
これ出しちゃよし、もう30は切りました。カンパチじゃないね、なんだろう、カンパチではないぞ。引きはでか、長崎笛だい、長崎笛だい、結構でかいね。大きさの割に引かないと思った。すごいことになってんね、こりゃ。魚だらけじゃないっすか。落としてみますか。でかいぞ。ああ、でかいの来たよ、多分。あ、バレた。ああ、バレた、クソ。いや、まだいるから。なあ、魚が変わったか。それでかいのだってバレたか。くっそー、なんだよ、畜生。だな。こいつだね。で、いや、最初結構突っ込みすごかったよ。そっから結構簡単に上がってきたから、なんだ。なんだこれ。カンパチじゃねえよな。この水深でこの引きは。結構でかいけどね。でかそうだけど、なんだろう。まあ、あんだけ魚の反応があるからわからんわな。何？結構最初のツッコミは良かったっすけどね。なんだろうね。そこからはすごい簡単に途中まで上がってきて、そこからまた暴れ始めた。ちょっとドラグ緩めよう。なんか
首振りがすごいよ。首振りがなんか首振りで針を外そうとしてんな、これ多分な。首を振って針を外そうとしてるぞこいつ。ちょっとドラゴを緩める。すごい首振るね。なんだこれ、 GT とかなのね。なんとなくこの引きは推進といい、 GT の可能性もあるね。こりゃなんだろう、カンパチではないと思うけどね、この引きはね。操船中のなんかホールというかステイで振りましたね。あと 20m ぐらい。なんだろう。まああれだけ魚がいればなんか食ってくるわな、それな。見えてきた。ああなんかカンパチやねえな。なんか GT っぽい色してんな。あー GT っぽいねこれね。ん？ん？なんだ？おお！おお！まさかのカンパチ！うお！こんな浅いとこにいたかい。いやはや、いやはや、おほほほ、まさかのカンパチでした。びっくり。ヒレが長にしちゃ簡単に上がってくると思ったら本格パチでした。いいサイズ。回収中に食いました。回収中に食いました。回収中に来てくれました。もう 50m ぐらいで勝ってるんでね、すぐドラグは緩めています。50m は上でかけてます。カンパチっぽいっすね。魚礁から結構上まで追ってくんだな今日は。結構今日はカンパチかっこいいっすね。あ、いや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 、さすがに走られすぎだ。今かけた水深までまた、意外といいのかも。上でかかってくれてよかった。結構重いっす。
おお。うわー、まだ100メートルあるな。よかった、上で食ってくれて。ちょっと竹食われたら結構やばかったぞこいつ。しんどい。いやー、押し味があの巻き上げ力だけだとなかなか上がってこないですね、これ。もしかしたら尻尾にすれがかりとかのパターンかもしれないですね、これ。ここまで上がってこないってことは。でも回収中に来て食って尻尾にかかるなんてことはねえよな。まともなフッキングだったら10キロありそうですね、これはね。年末ラスト長考にふさわしいやつ期待。どうですかね、あれね。重いの重いよ。リールの脇焼き力だけじゃ上がってこないんでね。ストレートポンピングスクワットっすよ。しんどいねこれ。スロージャーカーなんでね、45度以上は立てないように、90度か、90度以上は立てないようにして、なんとか竿のパッド部分だけで持ち上げてる感じですね。10キロ超えてすれがかりとかになるとこういう感じになりますね。まともなフッキングだったら15キロ超えたら、押し味がハイギアの巻き上げ力だけだとかなりしんどいですね。今日まだ潮が緩いからね、まだいいんだけど、これで夏場のクソ2枚以上激流とかだったらマジ疲れるっすよ。1匹あげたらもうバテバテ。今日はね、潮も緩いしね、風もないから、まあなんてことはないですけど、これくらいだったら。どうだろうね、10キロあるかね。フッキング次第ですね、フッキング次第あるかどうか。なるべく船を操船して巻きやすい角度にラインを出て、操船にも助けてもらいながらですね。これでラインが真下に、船の下に入っちゃうとね、めちゃくちゃ大変なんで、なるべく操船してラインは船よりこっちに出す。そうしたら結構楽に上がってきますよ。もう全然抵抗はしなくなったですね。これくらいラインが斜めになってくれたら楽なんですよね。もし見えてきた。なんだ、こっから見えるってことは結構でけえな。まあカンパチだろうけどね、問題はサイズですよ、サイズ。年末ラスト長考にふさわしいサイズなのかい、君は。ああ、やっぱ、スレだ。
スレです、スレだからだ。あー大したことねえな、スレだ。残念、そんな大したことなかったです。あーこいつも本館パチか。今日はなんか本館パチですね。10キロはなさそうだね。さっきのと同じかちょっとでかいぐらいかね。綺麗な本館パチですね。このフッキングはしんどいよ。エラと腹のフッキング、これはしんどいわい。ほら、今日は本館パチデーでございます。食いました。あ、全然大きくねえな。なんだこれ。なるほど。なるほど。赤いの来ました。来ちゃいました。いや長い正月用。さあ最後、今年最後の釣り納めでしたけども、残念ながら10キロオーバーのでカンパは出ませんでした。最大で今日は本カンパチの 8.2 キロですね。後半沖の大物ポイントに行きたかったんだけども、全然天気が収まらず、もう結局は波風強くて早上がりするような羽目になってしまいました。また来年リベンジしたいと思います。はい、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。何でしょう。なんか斜めになってるね。やっぱり、おお、アザハタじゃん。アザハタを希望したところ、アザハタが来てくれました。これはうまいよ。かわいい魚。なんか違うと思ったら、結構上まで追ってきたね、カンパチのくせに。 150% カンパチ。あ、抜けた。これはいけんじゃねえか、さすがに。
あ、でも結構行くね。ちなみに人工魚礁ですので。人工魚礁ですか。はい。やばいやばい、早く離れないと魚礁。その引きはどう見てもカンパチだったからな。カンパチですね。うわ、違う。白鯛。白鯛だ。でかでかいな。ここまででかくなるとあの引きすんだ。へえ、でかっ。さざ波鯛だね。さざ波鯛のでかいやつ。うん、これはうまいんじゃない。死ぬほど多分。あ、カンパチよりこっちの方がいいかもね。手下っちゃう。いいね。お、姫鯛してます。いいサイズだね。それぞれ。はいはいはい。一戦です。久村正史対金子明弘の一戦をお送りしていきます。2年前にはこの金子と久村の兄でした、ね、そうですね。壮絶な試合でしたよね。でも金子選手はですね、トントン拍子に勝ってきたわけですよ。はい、